ゲブゲリア、マケドニア後、ギベゲリアは、北マケドニア南東部の都市で、バルダルガーカハンに位置し、ギリシャの国境を接する。ギリシャ側の町は、エブゾニデ e 75号線によって、北方向へは、スコッピエやベオグラードに、南方向は、テッサロニキに達する。ゲブゲリアは、ゲブゲリア基礎自治体の中心地である。 ゲブゲリアの人口は基礎自治体全体で22,298人。町自体の人口は15,685人で、住民のほとんどをマケドニア人が占める。マケドニア側のパスポートのスタンプゲブゲリアは、コズフさんとパイアクさんの間に位置し、テッサロニキからは 70km、スコピーからは 165km 離れた場所に位置し、マケドニア、 ギリシャ両国の鉄道の境界駅がある。しかし、ギリシャの経済危機により、国際列車の運行は2011年以来、休止されている。ゲブゲリアは、マケドニア共和国の南部に位置し、温暖である地中海性気候で条件が良いことから、一軸やレモン、ブドウなどの果物や野菜の栽培が行われている。シルク産業も発展してきており、マケドニア国内では、 取引において欠かせない存在になっている。農業分野に並んで蛍光業もゲブゲリアの経済を構成している。観光業では近隣の村のスパが成長している。最近ではゲブゲリアや周辺部では多くのカジノの建設が行われ、マケドニアのラスベガスと呼ばれることもある。町としての開発は19世紀中頃に始まり、1874年には、 テッサロニキとスコピエを結ぶ鉄道が開通した。1860年から1912年にかけて経済的な開発が進められた。ありがとうございます。